そなた、この浜石を使ったのだな。私ではないのです。私には扱い方が分からず、それで。ほう、どう使うか知らんのか。ならばガリフと同じよの。え、王子ガリフは神々より浜石を賜った。しかしガリフには浜石を扱えんでの。神々はガリフに失望して石を取り上げ、今度はヒュムの王に授けた。王は浜石の力で乱世を平らげ、覇王と呼ばれた。期待なことよ。覇王レイスウォールの血を引くそなたが浜石を扱えぬとは。待ってください。ではあなた方は浜石の使い方を。まことにお恥ずかしい。せっかく覇王の末裔とお会いできたというに、何一つ教えられん。もっとも使い方が分かったとてどうにもならぬよ。その石は長年蓄えたミストを放ち、力を失っておる。再び使えるようになるのはそなたの孫子の代かの。力の失せたうつろなる石、飢えておるな。虚しさを満たそうとあらゆる力を求めておる。人の力、魔の力、良き力、悪しき力。浜石を求める者は浜石に求められるものでもある。あ、ラーザー様。ブルオミセイスへ。明日にでも立ちましょう。護衛が戻るのを待つ予定でしたが、ここでお会いできた幸運を生かしたいんです。対戦を防ぐためにあなたの力を貸してください。対戦。オンドール公爵が我が国に対抗する反乱軍、失礼、解放軍を組織しているのはご存知ですよね。でも今あの人が行動を起こすとまずいんです。ロザリア帝国が動きます。ロザリアは解放軍への協力を大義名分に我が国へ宣戦を布告し、二つの帝国が激突する対戦になります。ですからブルオミシェイスに引きましょう。大僧侶アナスタシス陛下が承認してくだされば、あなたは正式に王位を継ぎ、ダルマスカ王国の復活を宣言できます。女王として帝国とダルマスカの友好を訴え、オンドル公爵を止めてください。友好？勝手なことを。そちらから攻めてきて何もかも奪って、それを水に流せとでも。戦場になるのはダルマスカなんです。ラバナスタを第二のナブディスにしたいんですか。兄は浜崎を持っているんです。すみません、ずうずうしい話です。血が流れない方法を他に思いつけなくて。信用できないのであれば僕を人質にしてください。ラスラン。あの人が見えたのか、応募の時みたいに。やはりあなたにも。でもどうして。変だよな、俺、アーシェの顔だって知らなかったぐらいで。王子のことなんて何にもわからないのにさ。もしかしたら
俺が見たのは兄さんだったのかもしれない。バシから聞いたわ。降伏間際に志願したんだ。バカだよ、負けるって分かってたのに。守ろうとしたのよ。死んで何が守られたって言うんだ。お前は納得できたのかよ、王子が死んだ時。帝国が憎いとか仕返ししてやるとか恨みばっか膨らんで、けどその先は全然、どうせ何にもできやしないって気がついて虚しくなって、その度に兄さんを思い出して。俺そういうの忘れたくて、とりあえず空賊になりたいとか景気いいこと言ってたんだろうな。兄さんの死から逃げたかったんだ。アーシェについてここまで来たのもきっと逃げたいからなんだ。でももうやめる、逃げるのはやめる。ちゃんと目標を見つけたいんだ。俺の未来をどうするか、その答え、アーシェと行けば見つかると思う。見つかるかな。見つけるよ。共に行きます、ブローミシェイス。そう言っていただけると信じてました。まだ心を決めたわけではないのです。向かう間に答えを見つけます。会ってほしい人がいます。ブローミシェイスで落ち合うことになっているんです。誰です？敵ですが味方ですよ。あとは会ってからのお楽しみです。ああいうとこあるんだよな。悪気はないのでしょうね。いいやつだよ、帝国なのにさ。シンとブローミシェイスはヤクトラムーダの北部だ。ヤクトに入れば飛空艇による追撃は避けられるか。望み薄だな。リヴァイアさんはヤクト遠征を飛び越えて直接レースウォールの墓へ乗りつけた。ヤクトでも飛べる新型飛空石可能にしたのはどうせ浜石だ。たく奴らが必死で狙うわけだよ。それでは君こそ何が狙いだ。同道してくれるのは心強いが、浜石を奪う気じゃないかって。ま、仕事柄疑われんのは慣れてるが、今そんな気はかけらもない。なんなら剣にでも誓おうか。すまん、殿下は君を頼っている。真意を知っておきたかった。君が石にこだわっているように見えてな。物語の謎を追う主人公なら誰でもそうだろう。